じゃあ明日この辺で。はいよ、ご苦労様。見明かしの騎兵団って言ってね、ここいらじゃ五本の指に入る情報通さん。表じゃ同心の下で働いてるけど、裏の世界も詳しくてね。キャサリンに何かあったら情報入ってるんじゃないかと思ったけど、当てが外れちまったようだね。今なら塗り壁といい勝負できるんじゃないかい？まあこの街で生きてくんなら、ああいう出会いを味方にしとくと何かと心強いもんさ。泣き虫キーちゃんなんて呼ばれてた頃からの付き合いだからね。昔はよく団子食わせてやったもんさ。難しいボケかましてじゃないよ。今の店じゃなくて、昔私が働いてた団子屋の話さ。自分で言うのもなんだけどね、昔はその団子屋の看板娘だったんだよ。想像つかないかもしれないけど、そこは否定するとこだ。私だって昔からババアだったわけじゃないっつうの。まあいいさ、ほら最後の仕上げに行くよ。これでよしと。さてそろそろお店に帰ろうかね。商売繁盛決まってんだろ、他に何があるか。うん、ついでに少し頼んどいたから、いつもより長くなっちまったよ。この分お賽銭はいつもより多く出したんだ。これで何かあったら承知しねえぞ。私の破壊神が黙っちゃいないよ。矢をよろずの神様同士、喧嘩させるわけにもいかないし、この辺にしとこうかね。来るもんかい。しかしおたえちゃんも相当な玉だね。キャサリン一人のために新選組の総動員を近藤に約束させちまったよ。私らみたいな素人が動き回るより全然マシってもんさ。あの連中だって伊達に狼に飼われてるわけじゃないんだから。ああそうそう、よかったら午後一で連中の詰め所に来て一緒に探さないかだとさ。私の依頼もこなすことになるし、ちょうどよかったじゃないか、よろずや。おっと、その前に昼飯食ってきな。すぐ準備するから。しっかり働くには、しっかり食ってからって、だろ。